なるほど、さすがですね、ちゃんと答えれて偉いですね。ありがとうございます。本当に立南市の皆さんにとびっきりの感じは、今日はなんかすごいね、ダンサー。じゃあ会場の皆さんと少し盛り上がってみてください。はい、じゃあ人お待たせしました。行きましょう。すっごい、どうしたのかな、びっくりしちゃったけど。はい、じゃあ人間です。人間、頭には黄色い丸いかぶり物、ふちゃダメよ。そして頭のてっぺんには緑の葉っぱが乗っています。こちら宮崎県の特産物、日向夏のかぶり物をかぶっています。ひーくん大好きな日向夏のかぶり物をかぶって宮崎の美味しい食べ物を全国に PR しています。さあ、そんなひーくんね、とってもしっかり者のリーダー格の男の子になっておりますので、どうぞ応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ひーくん、今日はなんかもひーくんしかいないみたいなんだけどね、おもちゃとさあくんはお散歩に行ってしまう。戻ってきた。じゃあむちゃん参りましょうかね。バトンタッチしてください。よいしょ。はい、じゃあむちゃんに参りましょう。むちゃんです。むちゃん、頭の上には宮崎県の木、フェニックスが乗っています。とってもおしゃれが大好きな女の子で、今日はね、日本の日向、宮崎県をイメージした日向 T シャツで遊びにやってまいりました。むちゃん、それ以外にもたくさんお洋服を持っていまして、全部で6着の洋服を持っているのかな、ね。ではね、むちゃんイベントごとにお洋服を変えてきますので、むちゃんのお洋服にもぜひご注目をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。遠くまで行っちゃったね。じゃあその間にひーくん、むちゃんにちょっと今日は質問をしたいと思います。今日はね、交通安全の集いということで、私たちお散歩にやってきたんですけれども、ひーくん、むちゃんは交通安全の何か気をつけていることってありますか？ある。じゃあどっちから教えてもらうかな。はーい、じゃあ元気には手を挙げてるひーくん教えてもらうかな。どんなことに気をつけてるんですか？お、むちゃんわかる？そうだね。なるほど、ひーくんはね、信号が青になってからちゃんと左右を確認して渡るように気をつけてるんだね。なるほど。で、むちゃんは答えは一緒かな？違うな。じゃあむちゃんも教えてください。むちゃんはどんなことに気をつけてますか？夜暗くなったときは明るいお洋服を着て。なるほど、そうか、お散歩しているんだ。なるほど。さすがですね、ちゃんと答えれて偉いですね。ありがとうございます。ただ反射板とかもつけるとね、いいかもしれないですね。はい、さあ帰りなさい。じゃあ最後カク参りましょうか。カクは今日もなんかすごいね、段差も気をつけてって言おうと思ったけど、器用に登ってきましたね。で、カクはね、日南市の皆さんにとびっきりの決めポーズを見せてください。むちゃんとひーくんも応援よろしくね。はい、では行きましょう。せーの、うーん、シャキーン。ありがとうございます。さあ、カク、頭には赤いトサカ、そして口にはくちばし、そして両手にはジャンということで羽が生えております。こちら宮崎の有名な地鶏、宮崎ジトッコの格好となっています。とてもね、食いしん坊でいたくらっこのカー君ですが、なんとせーの、ダンスが得意な男の子、宮崎県の中で一番キレッキレのダンスを披露してくれるので、その後のカー君のダンスにもぜひご注目をよろしくお願いします。さあ、それではひっくんむちゃかくん、最後のダンスお届けいたしましょう。最後はね、宮崎